あうんち、あーやお茶の町へようこそ。超超超嬉しい、やべ、楽しいな、楽しいな。私の友達の感情を集めることないでしょ。うわー、よし、ね、明日デジモンアドベンチャー生配信します。晴れもキワチンです。今回もですねデジモンアドベンチャープレイしていきたいと思います。今回はちょっとねサブイベントの2つをこなしていこうかなと思ってます。なのでちょっとねおまけ的な動画になるのでご了承のほどよろしくお願いします。パーティーははいこれでいこうか。ほいタケルのね話ですね。サブイベントこれもオリジナルストーリーですね。はお下水道に戻ってきたんか。どうしたタケル。さっきヌメモンたちから逃げるときにワッペンを落としてきた。あらまあ、なんだそんなの。帰ったら俺がいくらでも買ってやるよ。わあヤマトって太っ腹。でもまあヤマトちょっと戻るぐらいなら問題ないだろう。結構戻ってるけどね。大切なものなんでしょタケル君。そういうことなら仕方ないな。なるほど。お、上がった。自動的に上がった。これ嬉しいね。ちょっと、とりあえず戦ってみようか、一回。なるほど。前回は、前々回の話から繋がってんのか。ヌメモンから逃げてきて、で、その後、ミミちゃんと一緒に、こう、なんだっけ、モンザイモン倒したんだけど、お、一撃で倒した。モンザイモン倒したんだけど、その後の話か。本来ならモンザイモンの話の前に、行くべきだったのかな。まあいっかその辺は。まあいやいや。よしよし。よしよし。お。あじゃあ。あヌメモンばっかか。そうな。お。進化しときますか。カブトリモン。一撃で決めますよ。これかな。拡散エネルギー弾。よし。いいですね。いいね。やりましたね。実はなんか、ね、レベルアップ、レベル上げのステージでね、何回か戦ってるので、ちょっとね、レベルアップしてるんですよね。明日、デジモンアドベンチャーね、生配信しますので、よければね、一緒に、こう、やりましょう。うん。でも、ジョー先輩の回なので、ゴマモンがね、進化すると思うんですよね。ちょっとこの辺飛ばそう。あんまり戦ってもね、経験値得られないので、あ、なんかいるぞ。見て、あのところにもヌメモンが、一人で壁に向かって、一体何してるの？明らかに他のヌメモンとは様子が違いますね。あのヌメモンから話を聞くことはできないだろうか。わざわざヌメモンから話を聞くの？ヌメモンから逃げる途中でワッペンを落としたということは、ヌメモンのうちの誰かがワッペンの行方を知っているかもしれないからね。あったまいい。そうだな、あのヌメモンに話を聞いてみよう。もし戦いになった時は俺たちに任せて。よし。何やってんだろう。おーい。ワッペン知らないよ。おいら、ほら、おいらたち、見た目通り、身だしなみには気を使わないから。残念。自覚あんのか。よし、他を当たろう。ところで、あなた、一体ここで何をしてるの？お姉ちゃんも、下水浴に興味ある口かい。下水浴って何？下水浴？まずは、こうやって、灰色の壁に向かって、下水のせせらぎに耳を澄ます。すると、どうでしょう？争いにすさんだ心がまるでトイレのうんちのように現れていくのです。なんかうまいこと言ってると思うけど、どう思う？これ、最低。はっきり言うお姉ちゃんだな。心配するな、タケル。下水道で落としたことは分かっているんだ。隅々まで探せば必ず見つかるさ。うん、これやっぱりさ、画面越しには伝わらないけど、相当こう匂いきついんだろうね、このステージね。だったらやっぱりね、ヌメモンこう見た目的にはちょっと可愛いけど、待って、こっちかな？あ、じゃあ！ヌメモン見た目的には可愛いけど、やっぱり実際にこうね、目の当たりにすると結構きついのかもしれないよね。よし。こっちが怪しいよね、なんか。奥が怪しいような気がする。ワッペン。ああ！よし。タケル、タケル。よし。タケル最年少ですからね。あ、なんか奥にいるね。あれが怪しい。はっ！なんとしてでも避ける！戦いは避けるのだ！おいた！あ、あんなところにも壁に向かったヌメモンが。流行ってるのかしら、あれ。もしあいつがさっき話を聞いたヌメモンと同じ趣味の持ち主なら、話を聞くことができるかもしれませんね。争いにすさんだ心が現れるらしいですし。うん。よしよし。こいつも下水浴してるのかな？
お姉ちゃんたちが探しているものか、どうかは知らないけど、そういえば、親分が幸運の白いうんちを拾った後がなんとか騒いでたよ。何それ？幸運の白いうんち？どう考えてもワッペンとは関係な。それだ！タケルのワッペンはヌメモンの親分が持っている。え？まあ、まさか、タケルくんのワッペンって、その、うん。あの顔。違う、そうじゃない。実はタケルのワッペンは親父がプレゼントしたものなんだ。タケルの好きなソフトクリームのデザインならタケルも喜ぶだろうってな。なるほど、いいお父さんなのね。なるほど、それをヌメモンの親分が幸運の白いうんちと間違えたのか。白いのは幸運なんだ。病気っぽいけどね。親分を探そう。ねえ、あなたたちの親分はどこにいるの？さあ、でもまあオイラたち基本下水道暮らしだからさ、下水道のどこかにはいるんじゃないの？そんなことよりお姉ちゃんオイラと二人で下水浴なら、いや、やっぱミミちゃんがこう誘われるんやね。一緒にいるこう空はね、なんか複雑な気持ちになるんじゃないかな。いつもミミばっかりねデートに誘われるから、意外といくらヌメモンでもさ、ちょっと振られた気分になるんじゃないかなと僕は思うんだよ。そういうのないですか？なんかあんまりこうタイプじゃないというかさ、興味ないなと思ってる人でも嫌われると嫌じゃないですか。で、好かれると嬉しいじゃないですか、小学生の時とかでもね。うん、その心情がなんか今あるわ。まあ別に好かれたことはないんだけど。こっちかな、あっちは出口だよね。あ、向こう置いといた方がよかったかな。まあいやいや、よしよしよし。やっぱミミちゃんはモテるのかな、どうなんでしょう。これまで得たヌメモンの情報をもとにヌメモンが好む場所を割り出します。お願い、コウシロさん。おかしいな、パソコンの調子が悪いみたいですね。コウシロさん、お願いだから急いで。僕のせいだよね。これは下でしょう、自分のせいだよねと責任を感じると。下水道に長いこといたせいでパソコンの調子が悪くなっちゃったんだ。いえ、今回はプログラムのエラーです。気にする必要はありませんよ。本当よかった。おー、ランクアップした。オッケーオッケー。で、ここにいんのかな。あ、いた。あら、ちょっと待って、ちょっと待って。わー、くっそー。よし、こいつだ。うわ、でっけー、やばいなこれ。いたぞ。他のヌメモンよりヌメヌメしてて、なんだか気持ち悪いな。そうなのか。ヌヌー、無礼なやつ、何の用だ。そのワッペン、僕のなんだ。返してくれる。やっぱり持ってたんか。ねえねえ、これはわしの家に伝わる親分の証だ。念をつける気か。そんな、ひどいわ。見え透いた嘘。親分の証なんか。親分のくせに恥ずかしくないのか。お父さんと離れ離れになる時にもらった一枚しかないんだ。返してよ。ああ、なるほど。片道じゃないけど、あ、なるほどね。声が小さくて聞こえんぞ。いや、聞こえてなかったんか。今までのやりとり何やったの。怒ったぞ。パタモン、僕が意地でも取り返してやる。できるのか小僧。僕らもパタモンに加勢するぞ。ねえ、完全に言ってるね。よし、ここで戦うのか。結構強いんかな。わ、でかいね。ヌメモの親分だって。そのまんまか。とりあえずじゃあ行きますか。エアショット、どれぐらい食らうんだろうね。うわ、マジか。こいつもカチカチの部類か。じゃあ行きますか、メガブラスター。おい、メガブラスター。これで510に。グレイモンでどれぐらい食うんやろ。メガフレーム1000ぐらい。あ、1100か。それでもこいつそんな門左衛門より普通に強いんだけど。強えな。何なの、裏キャラ的な、裏ボス的な。よっしゃ、476。長期戦になりそう。ここに来て普通に強いとは。連続うんち投げ、いけ。いやー、強い。よっしゃ。でも攻撃力はあんまり高くないって感じかな。なんか基本的にこのデジモンアドベンチャー今のところ強い敵は強いんだけど、攻撃力というよりかはこう防御力が高いイメージですね。はい、よし、反応ブラスター。よし、メガブラスター、いいね。メガブラスター2連続。よし、787。
メガフレーム。よし、順調順調。うんち投げ。あれ自分のうんちですからね。攻撃。メガブラスター。いやー、なかなかいかないね。よし、あと1周半ぐらいでいけるか、あと2周ぐらいでいけるか。1周半って何やねん。この後のグレイモンで倒せるかな。やっぱり SP 全部使い果たすぐらいや。もじゃ。じゃあ最後はパタモンで決めたいと思います。いっけ。よし、これは熱い。よっしゃ、自分の手で取り返したって感じだね。あー惜しい。5万本があとちょっとで上がる。めった塊。やったよタケル、ワッペン取り返したよ。やった、ありがとうパタモン、本当にありがとうみんな。まあタケルはみんなの弟分だからな。こっちは随分と恥ずかしい親分ね。ちゃんと反省してるの。もう弱い者いじめは二度としません。本当に？お詫びにこれを差し上げます。何とぞ。何？ SP ディスク、味方全体の SP を30回復する。お、結構いいじゃん。もらっていいの？どうぞどうぞ。ありがとうね親分さん。よし、よかった。ほい、ということでじゃあ連続でミミのデートをプレイしていきたいと思います。これはね、戦闘ないと思うのでこのまま行こうかな。はい、これこそすぐ終わると思います。あれ、うん、ここならコーラがまた見つかるかもしれないでしょ。あ、モンザエモンの跡っていう設定ね。今度はヌメモン出てきたりしないよね。嫌な予感がするんだ。出るんでしょどうせ。ブツブツうるさいわね。もうコーラ見つけたらすぐに帰るんだから。はい、来ました。同じ個体なのかな。やっぱりゲッタ。なんでヌメモンなんかと私がデートしなくちゃならないの。ひどいな。そう言われると思ってこれを用意してる。じゃーん、消えたコーラ。あ、物で釣る気かこいつ。そんなもんに釣られるミミじゃないわよ。なんかキャバクラ感があるね。こう見つがれてデートするみたいな。楽しいデートにしようぜ。いやいや、いや、やっぱり悪女だねミミちゃんは。素質あるわミミ。やっぱ空よりもミミがこうね誘われるっていうのがなんかね、やっぱヌメモの中ではミミちゃんの方が可愛いんだろうね。楽しいねミミちゃん。え、別に。ひどい、これでデートじゃなかったの。一緒に歩けるだけでも感謝しなさいよ。なんという態度。お、オイラやば、怒らせちゃったかしら。これはこれでいい。ド M かこいつ。はいはい、やばい、引いてるね。ところでミミちゃん、なに、ここで愛の質問タイム。オイラの質問に対して完璧な回答を出せれば、出せれば、なんとコーラなんて目じゃない豪華商品をあげちゃいます。本当に。それでは第1問、オイラたちが初めて会話を交わしたのはどこでしょう。あ、そういうことか。トイレの物置へ、自動販売機の近く、覚えてない。いや、これはダメだろ。これだよね確か。うん、はい正解。これが愛か、愛なのか。うげ、当たっちゃった。くう、嬉しすぎるよミミちゃん。さあ気を取り直してデートを続けよう。いやねえ、まだデートするの。まだ始まったばかりだろ。ん、始まったばかりですよね。はあ、ここで空気を読まない愛の質問タイム、自覚あんのかこいつ。パチ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 。それでは第2問、オイラたちが投げるうんちの色は何色でしょう。これも簡単だよね。茶色、黄色、紫色。ほら3番だね。身のもんだばりに溜めやがって。はい正解。これが愛か、愛なのか。うげ、当たっちゃった。テンプレ。くう、嬉しすぎるよミミちゃん。さあ気を取り直してデートを続けよう。
いつまで続くんこれ。いや楽しい、オイラの人生で最良の日だねこりゃ。ミミちゃんも楽しんでるかい？っていうか完全に飽きました。ひどい。そろそろコーラちょうだい、あと商品も。むむ、それじゃあ最後の質問タイム。オイラたちの好物は次のうちどれでしょう。木の葉、塩、うんち。これうんちって答えたいとこなんだけど、実はね、木の葉です。来るか。すごい、正解、大正解だよ。一体どこで知ったのさ、超極秘情報なのに。あははは、実は適当だったなんて言えないわね。よし、これでデートも質問も終わりだよ。それじゃあ結果を楽しみにね。いやー、拷問が終わった。ここまでオイラのことを知り尽くしてるなんて、二人の相性はバッチリだね。どうしてこんなことに。私も驚いてるわ。気に入ったよ、ミミちゃん。これ受け取ってくれ。なんだかネトネトしてるけど、ありがとう、嬉しいわ。お、アタックブースト3、めっちゃいいじゃん。賞味期限？コーラはこのドロドロがたまらない。コーラって賞味期限切れたらドロドロになるの？知らんかった。いや地獄絵図。アタックブーストのためにね、頑張って体を張ってくれたミミちゃんでした。はい、というわけで今回はサブイベントの2つをプレイしました。ミミちゃんこうキャバクラのね素質あるかなと思ったけど、あんなに態度出てたらね多分無理だろうね。まあ僕行ったことないけど。そんな感じで次回は明日ね生配信をしたいと思いますので、よければ皆さん一緒にゴマモンの進化をね見届けましょう。見届けましょうというか見ましょう。はい、そんな感じで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ評価もよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。